トリポリトリポリの一ミューニセプルシアターオブトリポリ、アルカデアトリポリ、またはトリポリスはギリシャ共和国ペロポニソス地方中央部に位置する人口約3万1000人の都市であり、その周辺部を含む基礎自治体、ペロポニソス地方の主婦であり、アルカデア県の県都でもある。現在のトリポリの町が建設されたのは1770年のことである。 付近に三つの古代都市遺跡があることから、三つの都市を意味するトリポリスと名付けられた。古くはトリポリザとも呼ばれた。都市トリポリは、首都アテネから西南西へ、約 130km、ペロポネソフス半島最大の都市パトラから東南へ、約 95km、ペロポネソフス半島のほぼ中央部に位置する。行政区画としてのペロポニソフス地方のほぼ中央でも、 あり、同地方の成長所在地ともなっている。ペロポニソス地方においてトリポリは、西南部のカラマタ、東北部のコリントに次いで、第3位の人口を有する都市である。コリントスの西南約6 5トルカラマタの東北約6 0トルに位置するトリポリは、両都市を結びつける位置にあり、道路や鉄道が市内を通過している。自治体としてのトリポリ市は、 2011年に周辺自治体と合併した。地域の南北の広がりは北のアハイア県、コリンティア県境から南はラコニア県境に至る約6 0トル、1 4 8 1キロ平方メートルの面積はペロポニソス地方の自治体で最大である。隣接するディモスは以下の通り、トリポリは標高約6 5 0ルの盆地にあり、 四方沖が生い茂った山々に囲まれている。市街を取り囲む山で最も高いのは、市街の北西にそびえるメナロ山で、同時に都市に最も近い山でもある。市街の南西には、かつては湿地帯が広がっていたが、現在では干拓され、農地として利用されている。トリポリは標高の高い内陸部にあるため、夏は乾燥して、冬は厳しい。 地中海性気候と大陸性気候を移行する気候が見られる。気温は夏には摂氏40度を超え、冬には低く摂氏10度を下回ることもある。また、10月後半から4月初旬にかけて降雪がよく見られる。中世、この土地は、ドロボリツァ、ドロボルツァ、ドレボリツァなどと呼ばれていた。この地名は、ギリシャ語で、水の町を意味するヒドロポリツァか。 もしくは南スラブ語で多くが茂る平原を意味する言葉に由来するとされている。現代に続く町は1770年に建設された。この場所は古代都市パランティロン、テゲア、マンディネアの一石の近くであったことから三つの都市を意味するトリポリスと名付けられた。オスマン帝国の統治下、この町はペロポネソス半島における行政中心地の一つであり。 イスラム教徒やユダヤ人が多く居住した。トリポリはギリシャ独立戦争において独立軍の重要な目標の一つであった。1821年1月にアレクサンドロス・イプシランディスがワラキア地方とモルダビア地方でギリシャ人を率いた反乱を起こすとトリポリのギリシャ系住民は殲滅された。1821年の夏には オスマン帝国政府軍による凄惨なトリポリザ、包囲戦が展開され、多くのギリシャ系住民が犠牲になった。1821年10月17日には報復の名のもと独立軍によって、ムスリムユダヤ人住民が殺戮された。ギリシア人が都市を放棄した後、1825年6月22日に、イブラーヒームパシャがこの都市を取り戻した。 1828年前半、パシャは、ペロポネソスから撤退するのに際して、都市を破壊し、城壁を取り壊した。トリポリの街は新しく建国されたギリシャ王国の領土となり、現在に至っている。アーキアロジェクルミュージアム、トリポリ、アルカデアザコートハウスイントレポラス、アルカデア県の旧自治体アルカデア県における、トリポリ市トリポリ市は、アルカデア県の5つの自治体の1つである。 2010年に行われた地方制度改革に伴い、2011年1月1日付で、旧トリポリ市を含め7自治体が合併し、新たな自治体としてトリポリ市が発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区として位置づけられた。トリポリ市のトリポリ地区は、以下の行政区及び、木の桁から構成される。 www.climate-charts.com 2011年11月11日閲覧ありがとうございます